はい、皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、もう作業はできませんとか言いながら草刈りの格好やらっしょいがって思ってると思います。体調の方はですね、なんかここ本当数日でめちゃくちゃ改善してきておりまして、まあ一気に無理するのは良くないのは分かってるんですけど、まあ、歯で負けてですね、あの全身がちょっとかぶれた状態だったんですけど、だいぶあの広範囲が痒みがなくなってきました。で最後のなんか2箇所ぐらいかなにちょっとまだ痒みが夜出たりするかなっていうぐらいで、でも夜もだいぶ眠れるようになって、おかげさまでありがとうございます。でこの間ですね、作業をちょこっとあの剪定バサミでして体が暖かくなってってしたんですけど、あの後も症状が悪くなることもなく、まあ、だからよかったなと、一回やってみてどんぐらいできるかっていうところで、だから日だけにはちょっとまあ当たらないようにということで、今日陰の状態のところにやってきております。ただですね、もうお日様がどんどん迫ってきてるので、今日はささっと枯れるとこだけやりたいと思います。あの田中さんがいつも竹やぶに向かうところ、あと柚子の木の整備しましたよね、あの辺りがですね草がすごく伸びてます。でブルーベリーの周りとか、本当はですねこの一面刈りたいんですけど、まあ様子見てですね、自分の体調と相談しながらやってみたいと思います。もう無理なくです。もう無理、あ、いやと思ったら、痒いと思ったらすぐやめます自分の体調第一でいきたいと思いますので、よかったらお付き合いいただけると嬉しいです。元気です、おかげさまで、ありがとうございますあ、無理せずですね、それが一番ですので、という感じで今日は草刈り頑張っていきます。はい、本当はこっち側が刈りたいんですよ。めちゃくちゃ伸びててですね、子供たちはちょっと入れないかなという状況になってきてます。ここまで今影が来てるので、こっちが刈りたいんです。ここ、この辺りね、こっち側、こっち側、この柚子の木切りましたよね。これの足元らへん、ここが切り株とかね、前はいっぱいあって一番苦手な場所だったんですけど、だいぶすいすい枯れるんじゃないかと思いまして、あとみかんとレモンの木のあたり、あっちまで行くとちょっと暑いかな、まあ、ちょっと体の様子と相談しながら枯れるところを買っていきたいと思います。まずはニアンプヤの方で行きます。
バッテリー入れ、あ、バッテリーがちょっと4アンペア変えてきました。今は全然大丈夫です。痒みもないし痛みもないし、ちょっと行けるとこまで行きます。あ、子供たちがね、歩けるぐらいまで切りたいな。今日のね、ナイロンコードがキリマルさん、いつものタナシンさんの残り物なんですけど、静音性に優れてるってやつ。確かにフォーンってなんか風の音っていう感じはするけど、全然求めてない。切れない。切れ味抜群であってほしかった。確かにね、バチバチビーンっていう音よりも、なんだろう、フォーって感じ。撫でてるような感じしますね。まあ、音は静かかもしれんけど、求めてないからそこ。いかんかった。選んだのがいかんかった。じゃあ、ここ、際のとこだけちょっと終わらして、あっちの歩くとこですね。向こうの広いところ、行けるところまでやってみましょう。
とは残り行けるところまで行きます。一番の目的のこの伊豆の木の下ですね、そこが枯れたからよかった。まあ本当ね、あの切り株とか石ころとかが本当にないからマジで刈りやすかった。すごい早かったですね。スイスイ、まあ快適でした。最高。やっぱ整備するっていいね。こういう風に今後のあの作業の効率化安全化本当に有効ですわ。マジでこの辺ね、すっごいデコボコしてたんですよね。大きい切り株があって刈りにくかったんですよ。ここすっごい苦手だったんだけど気持ちよく刈れた。あとはこのレモンの木の下このラインと、あと際の方がですね、やっぱ草がちょっと迫ってきてたので、あ、軽くここまで刈れたからよかったんじゃないかな。でここまで歩いてくる一本ラインですね。こことこの隣まで枯れたからよかった。あとこの際のとかね、こっち側にやっぱもわってしてくるとヘビとかね虫が入ってきやすいと思うので、ちょっと枯れてよかったかな。すっきりじゃないですか。どうでしょうか。十分。あら、なんか虫がおるね。あとはこの駐車場横のとこですね。ここもね、子供たちがあの車に乗るときなんかにパパって入っていったりするので、足元が気持ちよくなってよかった。すぐ虫刺されするので対策大事ね。梅の木の下もすっきりしました。あとですね、この梅の木、こちらが今わかりますか、枝がかかってますよね。ここに多分この木を伝ってここからこう屋根になんか虫、あの動物が登ってるみたいです。だからこの枝を剪定せんないかんです。まあ、どっちにしろですね、ちょっと大きくなりすぎてるので届かないんですよ。この辺ぐらいまでです、届くの。この上はほとんど届かない。あの楽しんさんのお父さんが梅を取ってましたけど、やっぱでっかい脚立でなんとか取れるかなーっていうぐらいだったので、この周りをちょっとちっちゃくしていきたいですね。もうどんだけ切ってもですね、根はマジで伸びてくるからなるかならんかわからんけど、まあ伸びる、どんどん出てくるので、まあ、ちょっと近いうち楽しんさんと切っていきたいと思います。はい、また、大丈夫、意外にいけた。体調もなんともないです。まあね、後から出ないように今からすぐシャワー浴びて体を冷やしてっていう対策をしていこうかなと思います。まあ、ちょうど子供たちがね歩くところラインだけは枯れたからよかった。あとはブルーベリーのね、こっちのライン縦一列まで借りたかったけど、ちょっと無理でしたね。あ、まあまあ十分。あっちのユズの木の下がね、ずっと気になってたので、あそこがまあとりあえずすっきりしたからよかったかな。あ、またちょっとあの次回ですねいつもここ2回に分けてもうバッテリーがね、もう持つ範囲でしか私はしませんので、物足りないかもしれないですけど、最後までありがとうございました。とりあえず元気です。かゆみも今のところ出てないので、すぐにちょっとね流していきたいと思います。中古で、まあ、皆さんも梅雨入りされてると思いますけども、あの雨の合間のね作業十分に気をつけて安全第一で作業されてください。最後までお付き合いありがとうございました。中古で今日の動画はここまでです。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。